おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、また神奈川県に新しくスケートパークができました。前回のヤマトに続き、今度は相川町ってところにスケートパークが誕生した模様です。相川町はその山にあるんで、その目の前、パークの目の前が川だったり、その山に囲まれてたりっていうんで、とてもね、自然豊かな場所なんで、なもんで、のびのびスケートできるんじゃないかなと思っております。というわけで、相川町のスケートパーク、行ってみましょう。はい、神奈川県相川町田代運動公園に到着しました。平日の午前中なんでね、多分全然人いないと思うんで、あえてそういうところを狙ってきてるんですけど、ね、混雑っていうか、その順番待ちとかがね、あんまり好きじゃないんで、ガーッと滑ってガーッと帰りたいみたいな。動画撮るときとかもね、なかなか人がいっぱいいると撮りづらい、ちょっと気まずい部分があるんで。それでは田代運動公園、滑っていきましょう。
花粉症なんでね、マスクを。で、田代運動公園スケートパークでした。でですね、まあ、やっぱ出来立てってのもあって、なんだろう、全然、この、縁石というか、その、レッジが育ってなくてですね。で、なんと、ワックス禁止って書いてあるんですよ。ワックス禁止。よく思うんですけど、スケートパークのワックス禁止っていうのは、その、R のコーピングとか、その、プール、その、R 系の、その、角には、塗るのやめてね、みたいな、そういうのがあったんですよ。だってコンクリートの、じゃあ、例えばザラザラのコンクリートのボックスで、まあいいんですよ。50とか50とか滑るんですけど、そのスライド系のトリックとか、もうちょっとでもこう、ちょっとでもこう立った瞬間も、ですよ。もうちょっと立った瞬間も詰まってこう吹き飛ぶみたいな。で、めっちゃスピードつけないと多分滑んないんですよね。ずみたいな。で、そんなめっちゃスピードつけてワックス滑ってないカーブに乗ったら、もう一発ですよ。もう一発で吹き飛びますよ。っていうのと、まあ、あとそのブラント系のトリック。ブラントスライドって絶対ウィール当たるじゃないですか、上に。で、このザラザラのコンクリートの上をどうやってブラントスライド流すんだっていう。まあ、リップとかもそうなんですけどね。ワックスを塗らないっていう行為は、無限に広がる可能性を殺してるものだと思うんで。てか、あれなんですよね、その、ワックス禁止じゃなくて、その、確認してから塗るようにしてくださいみたいな。その、みんなの同意を得て塗りましょうみたいな。まあ、詰まるカーブは詰まらないっていう僕の名言があるんですけど、詰まるカーブは詰まらない。うん。滑った時って、ツルンってなった時って、おっとってこう対応できるじゃないですか。でも、完全に詰まった時って、もう体で受けるしかないじゃないですか。なので、その練習的にも、その、詰まる、もうがっつり詰まるよりは、こうまくられた方が惜しいんですよね。そのカーブトリック的にも、その詰まるよりは、まくられた方が滑ってるって、もう正解じゃないですか。角度が合えば、滑ってくんで。っていうんで、僕はワックスをおすすめします。カーブトリック練習するときは、ワックスを塗ることをおすすめします。まあ、レールはね、あんま塗りすぎると嫌がられたりするんで、まあ、その辺もみんなに聞いて、ワックスを塗りましょうっていうお話でした。であとは、ヘルメット必ず着用してくださいって書いてあったんで、一応持ってきてください。うん。まあ、こういう系のスケートパークってまあ書いてはあるけどみんな被んないみたいな。で結構その無法地帯化することがあるんですけど、まあ、見回りとかもなさそうで、まあ一回も見てないんで。でまあヘルメット被ってない方たちも何人かいたんで、まあ今後どうなるかわかんないですか。絶対被れって厳しくなるのか、別に被っても被んなくてもいいよみたいな感じになるのかは、ちょっと今後の様子を見てって感じなんで、一応来るときはヘルメットを持ってきた方がいいと思います。まあガチ勢というよりは、こう、まったり滑ろう、みたいな、そういう感じのスケートパークになるんじゃないかなと思います。というわけで、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。以上、TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。